ちは。皆さんこんばんは、倉持凛太郎のこのクソ素晴らしき世界、今日は96回目でございます。しかもなんと96回目は公開メントレっていう風にタイトルが出てましたけど、何ですか今日はね。もう早速ご紹介しますけど、2021年3月かな以来、モーニングクロスという伝説の最後出た時にね、ご一緒したのがあのウルベさんでした。今日のゲストは田中ウルベ美和子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。おかえりなさい。おかえりなさい。ただいま。この3人でね、会うのはね、はい、あと美和子さんがいればね、確かに揃ったって感じですけども、うん、はい、お久しぶり。お久しぶりです。今日懐かしいマグカップも用意しておきました。ねえ、はい、ちょっとこれ眠いっていうイメージですよね。早朝ね、ありがたい、うん、はい、集まって。え、でも倉持さんと美和子さんはあれでしたっけ、そんなに仲良しでしたっけ。いやいやいや、聞き方変な聞き方すんじゃねえ。いや、まだやね。そう、あの名前がかぶるぐらいの仲ですよね。そうですね。ね、クロスの時に一度番組で私の顔の下の、まあ、名前のところに倉持凛太郎って書かれてて、そうそう、僕の下に田中ウルベ美和子ってね、出ちゃって、そういう仲です、ね、はい、そういう仲です。あ、はい、じゃあもう混じり合ってますね。なんだろう。俺があいつで、あいつが俺に出てきて。そう、さて、まあでも そんなね、あの後もなんかこうなんかスポーツのいろんな、はい、制作的な話とかでも意見交換をさせていただいたりとか、はい、お昼ご一緒したりとか。あ、そうですね、はいはい、はい、あのざっくばらんに、あの交流があるんですね、可愛がっていただいて。でもスポーツの分野で、はい、でいうとどういうこと。なんかあれですよね、あのアメリカのその法制度というか、はい、とか、まあ、あの世界の、まあ、その法制度と日本のいわゆるそのスポーツのを巡るその政策の違いみたいな話をちょっと、うん、はい、あのアドバイスいただいたりとか、うそういう時もありましたね。結構真面目にね、スポーツ政策の話を、ね、はい、そう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 、日本の課題と海外がどうやってるかとかね、うん、で、はい、で、まあそんな中で実はウルベさんの美和子さんの本業の、はい、メンタルトレーニングについてがっつり話したことなんて一回もなかったですよね。確かにそんな話は一度も、はい、ね、だから今日は実はどういうね、あの配信にしようかっていうのをいろいろご相談させていただいている中で、これちょっとね、早速今日5回ぐらい紹介しますから。お願いします。これ心の整え方っていう美和子さんが2022年にですね、はい、に書かれた本、これね、めちゃくちゃ面白いです。うーん、これまずやっぱりそのメンタルトレーニングとかなんかこう今言うじゃないですか、メンタル鋼だねとかメンタル弱とかいうそのイメージでこれを手に取って読んでいくと、あ、全然違ったなっていう感想になると思うんですよね、うん、そもそもまずやっぱりメンタルトレーニングっていう時の、あの例えば僕なんかとこの話を今日あの美和子さんとこういう話するんだよって周り の、うん、あの人に言うと、メンタルトレーニングやっぱね、メンタル強くしないといけないもんねとか、やっぱメンタル弱いのは本当にダメだよねとか、うん、なんか鋼でなきゃいけないというか、そう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 、いつも鍛えられていなきゃいけないとか、そう、だから完全にその筋トレ、あのマッチョを心で想像して強くなるっていうような、うんうん、あの感覚があると思うんですけど、この本はそうじゃないっていうことを、うん、まあ、まず言ってますよね。あ、そうそうそう、なんかこうフィジカルトレーニングと一緒なんですよね、はい、で一緒っていうのはどういう意味かというと、そのフィジカルトレーニングって例えば人によって目的違うじゃないですか、はい、こう、いや、マラソンを走り切りたいんですだったらこんな筋肉が必要なんじゃなくて、うんうん、心肺機能を高めて、できるだけ長く、まあ、早く走るための筋肉や、はい、まあ、骨、そして臓器が必要。でも例えば何か物をガンと上げるようになりたいんだ、そのためのフィジカルトレーニングなんだっていう人だったら、うん、ある一定の太い筋肉をどこの場所に必要なのか、はい、
メンタルのトレーニングも一緒で、あなたにとってどんなメンタルでいることがその人の幸せなのかとか、うん、あるいはその人の何かこう達成したい目標にかなうのかっていうのがまず違う、はい、で違って、じゃあどのようなメンタルのトレーニングをしたいのかって言っても、それってなんか強くなるじゃなくて、うん、一言で言ったらしなやかになることを目指しましょうって言い方はします。強いのも大事だけど、弱くなった時の自分にもちゃんと気づきましょう、はい、で整える。例えば体が病気になった時に整え方を知ってるのは大事だし、はい、でも健康な時はどれだけガーって走るとか、まあなんかね、投げるとか必要だし、うん、だから両方ですよね。整え方と鍛え方とちゃんと分かってるってことが大事ですね、はい、でまずなんかこの本を読んでいて思ったのは、あの承諾にもなってますけども、その自分の感情に気づくっていうか、まあ、自分がまずね、そのどういう時に緊張したり焦ったり、はい、怒ってしまったりとか、はい、あとはそのそれぞれの自分の持っている感情に対して自分が肯定的になってるか否定的になってるかとかっていうのを、まあ、まずあぶり出すっていうことと、はい、じゃあ そういう自分がいた時にじゃあどうやってそのしなやかな自分になっていくのかっていう、この2段階だと思うんですよね。でこの特にマイナスの感情、僕も後でもし触れられたら、今日僕があのうるさん事前に送った僕の負の感情のまみれの紙をね、書き殴って送ったんですよ。長いんだよ。それはもう、びっくりなんだよ。まさに筆舌に尽くしがたいっていうのは、はい、びっくりするぐらいブワーってワードを3枚、そうです、結構ぎっしり。これを読みながら僕はとりあえず、うんうん、あのこの章立てでもね、緊張、怒りとか不快な感情とか、まあ、あと失敗とかやる気の有無みたいな話が出てきて、まあ、どっちかっていうとこうやっぱ負の感情自分に出てくる、うんうんうん、笑いすぎじゃないですか。いやいやいや、宮子さんだけじゃなくてみんなニヤニヤしながら今日ね YouTube ライブ本当にたくさんコメントすでにいただいてまして、文江さん、こんばんは。田中さんといえばクラリン先生と同じくモーニングクロスですよね。お、ね、ありがとうございます、うん、その他雅子さん、アンテルさん、クーマさん、あとはですね、結構あ田中さんよくお目かけしますよ、あれ楽しみですねとか、あモニクロ、モニクロ以来初かもという方もいらっしゃれば、 お久しぶり、 あと、うん、心の整え方読んでみたいとかですね、うん、今すぐポチってください。ここ一番に強くなるで勉強させていただきました。あすごい、前の本を読んでくださった方もいる。この本はもっといいよ。もう本当にこの本もっといい、本当にもうね、年を取れば取るほどようやく少しはまともな本を書けるようになって、いやいやそのね、宮本さんだってその間も大学に行かれたりとかね、大変でお疲れ様でした。 ありがとうございます。もうそうだよ、モーニングクロスにいたことでさらにね、いろいろまたアカデミズムの中でも研究されて、もうあの、うん、博士課程の間のメンタルは私やられてました。もう自分に自信なんかもう当然ないし、うんうん、なんか勝手にキッチンでキュウリとか切ってる最中にブワー泣けてくるし、でその時にやっぱりこの本っていうか、要はスポーツ心理学が助けてくれたんですよ、ね、スポーツって書いてあるけど別に心理学だから、うんうん、そう、じゃあ早速行きましょうかね、いろいろね。はい、そういや、なんでね、その僕の負の感情をね、はい、書き連ねたかというと、うん、その結構私もあの、まあ、いろんな経験をしてですね、うん、もうちょっと書いちゃっていい？本当ですね、もう書き始めていい？はい、ちょっと今多分すごくいい感じで、あ、ごめんなさい、マイクがほい、いけた？はい、はい、うん、なぜ負の感情を書いたかというと、はいはいはい、まあ、私もいろんなあの経験をしなくていい経験も含めていろいろしてですね、そこ本当は聞きたいですして、で、まあ、今40なんですけど、はい、その、まあ、私生活、仕事、まあ、私生活って言ってもこれね、あの書いたのは、まあ、僕いろんなペルソナがね、人間はこう仮面をこう被っていると思っていて、うんうん、みんなあるよね、あるじゃないですか、ね、うん、はい、で、まあ、例えばあの父親とかね、はい、あの弁護士事務所の代表弁護士とか、まあ、こうやって堀さんと一人で個人として発信してる人間とか、そういうあのペルソナがある中で、やっぱりいろんな負の、ここで読みながら緊張とか怒りとかっていうものを、まあ、自分で
かなりコントロールしないといけないなっていう意識がこの 2,3 年すごく強くなったんですよ。はあ、かなりコントロールしなきゃいけない。はい。何をですか？例えばですけど、自分っておっしゃったね。うん、そうです。例えば怒りとかもそうです。特にこの仕事やってるとやっぱり非常にその負の感情を持っている方、まあそれもネガティブな言い方ではなく、やっぱ悲しいとか、こうして怒りがもうほとばしってるとか、憎いとか、そういう感情を、まあ、かなり持ち込まれて、それに共感しないといけません、一回まず。共感してその事案をこうマネジメントしていくときに、まあ、自分がすごくそれに負担を感じてるなっていう自分がいたんですよ。で、今も40になったんで、この10年ぐらいで今の働き方を変えるぞっていうのは今年の目標なんです。この10年の。それはもう今のこの働き方としては自分の心が持たないなっていう感覚が強くあって、なのでこの本を読みながら、あ、せっかくだから整理してみようと思ったんですよ。なんとなく分かってました。その例えばもう突発的にすごくこの依頼者とこういうやり取りをしているとき自分は苦しいなとかっていう瞬間とかはいっぱいあったけど、その場その場で対処してたんですよ、ね、なんだけど、ちょっと仕事の時にこういう時にこういうことを感じるなとか、子供とこういうやり取りをしてるとものすごく怒りの感情が出るなとか、逆にこういうこと言われるとすごく傷つくなとか、そういうものをちょっとまとめてみようと思って書き連ねたら一瞬で3枚になったっていう。すごい。でもいい時間だったんじゃないですか。あんまり日常で走ってるとあんまり帰り見ることないだろう。そうなんですよ。だからその依頼者との関係、相手方ですよね。いや、そうだよね。敵的な、ね、相手方との関係とか、弁護士さん本当に、まあ、あとはその相手方の代理人とか、そういう人たちとの関係の中で、やっぱすごく悲しい思いをするなとか傷つくなみたいなことがたくさん、まあ、日々あるので、それをこうまあね、このウルヴェさんの本の中では、私はそのまず最初に共感したのは、そういう感情を押し殺すのをやめようと思ったんですよ。ああ、はい。と思ってやってたんですね。はい。そういうことを緊張も含めて指摘されてるじゃないですか。うん。それはまあそれでいいんですかね。うん。ですよね。だから倉持さんはすでに今おっしゃったことは、その場で対処してきたは、うん、その場で押し殺したんじゃなくて、その場で、あ、今俺怒ってるなとか、あ、今これこの悲しみに引っ張られてるなと思ったら、うん、何らかのことをやってたって意味ですか。そうですね。ですよね。だからまずはこれの中に入ってたら言うと、もう言葉にしてました。独り言で言ってたかもしれない。あ、へえ。はい。その、いや今すっげえ傷ついたなとか、うん、ぶっ殺してやりたいとか、まあそこまではちょっとね、まあ、でも相手に伝わらないようには言えてる自分がいた。そうです。あ、でなるべく、しかも表情を読み取られたら負けって思ってたので、なるべく表情には出さずに。そうだよね、いつもポーカーフェイスでね、いるもんね、はい、大事ですもんね、職業的にね。そう、読み取られないっていうことを、そうするとなんか逆にやっぱりどんどんこう中に溜まってるんじゃないかっていう、そういうのってあるんですか？あります。ある。例えば私、同じ業種の方のメンタルのトレーニング長くやってるんですけど、やっぱり顔に出しちゃいけないからって言って、はい、顔に出さない。顔に出しちゃいけないからすごく日焼けしてるとか、そういうことではない。違う。あ、違う。その今ちょっと何つまんないこと言ってた。確かに顔に。イラッとしてた。出てた。イラッとしてた。私が今から解説するこのタイミングで、うん、イラッとしてた。怒り、うん、何言いたいか忘れちゃう。あ、思い出しました。その方は本当に押し殺しちゃってたの。あ、だからつぶやきの練習したんですけど、でも倉本さんもすでにそれができてるもんね、うん、つぶやくことはできてる、はい、うん、だからその対処はできてるけど、でもこのままじゃちょっと困るぐらいのことにはなってるってことですよね。そうなんですよ、うんうんうん、で急に怒りが爆発する瞬間とかもあって、あ堀さんって爆発する瞬間とかあるんですか？あるよ、そりゃやっぱりうーってなる。うーってなりますよ。今のカメラ撮りたかった。初めて見る感じ、ね、なりますよ、はい、そうね、それなりますよね、はい、だから、はい、結構その自分の中で例えば言語化したりとか、はい、いやそれはそんなに悪いことではないんだっていうふうに、はい、そのままありのままをはい、受け止めるっていうことはしてたんだけど、うん、やっぱり積もり積もっていく感がすごいんですよね。でそれこ そのさっきの宮古さんの話じゃないけど、もう何にもしてないのに涙が止まらないとか、うんうん、全く眠れないとか、
完全自律神経が自分いっちゃってるなっていう瞬間がやっぱりあるんですよ、うんうん、でそういうのをどうこうそれはどうしたらいいんですかっていう漠然とした、うん、最初の疑問は、うん、それどうしたいですかだよね。ああ倉本さんがだってそれをなんか、うん、解決したいんですかって感じ、うんうん、どうしたいですか。じゃあ例えば積もり積もったなって思った時にどうしたいですか。その積もり積もったなってなってこう感情が爆発するっていう瞬間をまず減らしたいと思って減ってきたんですよ最近。でそれが逆に言うとなんかさらにもう奥の方にそういう負の感情を溜めてより先に来る爆発を先延ばしにしてるだけなんじゃないかっていう感覚もあるし、うんまあ、とにかくそういう、まあ、このね宮古さんの本の中でもそうだったけど果たしてじゃあそれをコントロールすること自体がいいことなのかっていうのは思うんですけど、うん、爆発するってことはでも我慢してたってこと、それとも蓄積してるってこと。蓄積してるってことですね。やっぱだからちょっとずつ我慢してるんですよ。だね。だからその場で対処してないものがあるってことだね。そうか、そういうことですね。だって積もり積もってないと爆発はしないから、うん、とかやっぱどうしても苦手な依頼者の方とかいるわけですよね。電話がかかってくるだけで手が震えるようぐらい嫌な依頼者の方も特定の方、今はもう終わってる方ですで俺かもって思われたら困るから確かに、うん、そういう経験もあるわけですよね。だからそういうのっていうのをはだから対処しきれてないんだと思う。うんうん、それどうしたらいいんですかね。対処しきれてたものと対処しきれてないものを多分私は分けたいと思います、はい、多分それをなんか1時間ぐらい本当はやりたくなっちゃうんだけど、うん、でももう一つもっと、そもそもの質問をしたいんですけど、はい、最低限の自分みたいなのは作ってます？今ね伺ってると2つの C を作っておきたいのに、はい、2つの C、 1つはコントロールする術を鍛えるっていうこと、はい、でそれはあイラッとしたにちゃんと気づく、でもイラッとした後にどのような例えば深呼吸をするなのか、うん、ゆっくり喋るなのか、うん、そんなことは気にしないと考えるとかっていうコントロールの話は今できたんですけど、もう一つ欲しいのはコンシスタンシーっていう意味で、はい、一貫性ですね。あ、最低限度の自分っていうのはこれだみたいなのを作ってるかっていうのは知りたいです。最低限の、例えば 100% の仕事をいつもしたいけどできないわけで7割までなら、まあ、満足するとしても、うん、それでもひどい時って我々にはあるわけで、例えば急にかかってきた電話で面倒くさい人がいたとかっていう時の3割の自分みたいなのを決めてますかみたいな感じ。ああ、それっていうのはあれですか、3割の自分っていうのはもうなんていうのかな、完全にギアを下げて対応するっていうことなのか、うん、それとももう気持ちが下がっちゃって3割でも仕事ができる自分っていうのを常に保っておきたいかみたいな、 そっちですかね。多分ね両方だと思います。あ、どっちもだと思う。それは多分作ろうとしてると思いますね。その僕はそのやっぱ司法試験にを受けてそのダメだ、3回目で受かったんですけど、そうなんですよ。で3回しか受けられなかったんですよ僕らの時で。そのもうこれで落ちたらもうおしまいっていうので、実は就活で新聞社とか受けてたんですけど、でその時にそこまではどう考えても自分が完璧主義者だったんですよ。常に全てにおいて完璧じゃないと、でもとにかく6割の力で常に6割出せるようにしようっていう風に変わったんですよね、うん、でそれでまあ受かったと思うし、その後仕事もやっぱり最初の1年目はそうやって受かったくせに全部 100% やろうとして、 92% だったら僕はこの、アウトプットをボスには出せないみたいな感覚になってたんだけど、いやそうじゃないと全部常に7割6割で人よりも早くやった方がいいとかっていう感覚になった時に全然仕事の効率とかでき方が変わって、まあ、それで独立したんですよね、うん、今もっとさらにそうなってると思うし、うん、まあ、とりあえずいい5割でその持続可能な仕事をしようっていうふうにやってたら結局アウトプットは7割5分とか7割8割できるようになってきたんですよ。でそこはだから多分ある程度は持ってるんですけど、うん、なんかプツッと切れそうな感じがあるんですよね。その最低限も保とうとしてる自分が、うん、それも無理があるんじゃないのかみたいな、うんうん、そこがすごく自分の中で不安なんですよ。そうすると多分私が次にする質問はビジネスにおいての、つまりペルソナの倉本さんじゃなくて、うん、本当のあなたは
どんな風に本当は行きたいんですかとか聞いちゃうと思ういきなり超根本的な質問ですね、うん、なぜなら、まあ、簡単に言っちゃえばペルソナごとにやるべきことがやっぱり我々あって、はい、なんか頑張ってなきゃいけなくて、うん、でそのことは別に直しようがないことだったりする、直しちゃいけない整形かかってたりとか、うん、子供のための父親だったりとかって、自分を偽ってでもやらなきゃいけないことがあるんだとしたら、じゃあ本当の自分は何を本当は求めてて、本当はこんなどうしようもない自分なんですように、自分だけは気づいておきたい、うん、みたいなのは多分聞くと思う。そうすると この行ったり来たりをやれるようになるから、あここに戻ろうって。でもそれがちょっとここでは言いにくいんじゃないのこれ確かにここは言えないと思うよ。 こからは黒松さん、えお金かかります。袋閉じきた。はいはいはい。こっからはそうですけど、うん、まあね、やっぱりそれぞれのペルソナごとにやっぱり役割もあるから、うん、それは全部一緒になっちゃいけないっていうか、そうそうそう、それ認識する、認知するってことなんですかね。うん、でそれがでもすでにこのいただいたワードだと、すでに僕のペルソナっていうもう題名でガー書かれてるから、あ、なるほど、ペルソナが何個もあることはすでに知ってるのか、はい、でしかももっとすごいのはペルソナごとに感情の種類を分けて書いてるのもすごいと思った、うんうん、そうか、普通あんまりそこにはなかったな。もうなんかもう嫌なんですの方の方が多いのに、うんうん、ここまでもう分けて考えてるって、ま、裏を返せばよっぽど大変なんだなと思った。そうね、うん、それぞれやっぱり場面場面で最大の能力を発揮しなきゃいけないっていう責任も感じてるってことなんですよね。そうそうそう、で多分なんかすごく、ま、良い意味ですけど完璧にやりたいかなと思ったら、でも完璧にって話はされてたし、テストもしてくださったんでしょ。そうなんですよ、それもびっくりした。これもう一回紹介していいですか。はい、ありがとうございます。心の整え方、心のとそう、あのアマゾンリンク貼ってきますね。あ、やった、本当にいい本なんだよ。ようやくあれ50冊ぐらい私書いてる、うん、あ嘘です、翻訳を入れたらだから35冊ぐらい自分の自著があるんですけど、はい、うん、もう一番もう他の買わなくていいから、うん、まずこれを、ね、本当に良い本、もうみんなが助けてくれたの、いろんな事例がちゃんとあって、で先人の教えをちゃんとかけたんです。ちゃんとちゃんとって言っちゃう自分がいる。でやっぱりありのままの自分をまず見つけようと思うんだけど、そうそうそう、自分のありのままの自分って考えてるありのままの自分にもバイアスかかってるんだなと思ったんですよ。そうそうそう、でそこだから本当のありのままの自分とちょっとバイアスがかかってるありのままの自分と、はい、なりたい自分みたいな、はい、ここのかなりなんか多層的なギャップみたいなものに多分結構苦しんでいて、それを自分でまず気づくっていうこと、はい、でこの本にも盛んに出てくるのは、その緊張するのだって悪いことじゃないですか、怒りをだってね、怒りなんてダメじゃないですかとか、そういうこうだってポジティブじゃないとダメですよねとかっていう、こう登場人物がいっぱい出てくるじゃないですか、スポーツ選手とか、はいはい、そこをまず認識することですよね、うん、だから怒りが悪いんじゃないし緊張が悪いんじゃなくて、怒り続けるという行動の選択が悪いし、うん、あと緊張がいけないと思って結果的になんか我慢しちゃったら結局解かないでいくことになっちゃう、うん、はい、メンタルトレーニングってメンタルのトレーニングというよりは、メンタルのトレーニングによって良い行動をし続けることなだけなんですよね、うん、行動が大事だから、だから、はい、怒っててもよくて、はい、ただ怒ったままの行動をしちゃいけない。例えば俺怒ってないよって言いながらなんか人のこと罵倒する人とかよりは、うん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 、はい、倉森さんは多分、ま、たまにはでもそれが間違ってやっちゃう時もあるのかな、はいはい、ね、壁に穴が開いたりしちゃうんですよ、やっぱりね。でしょうね。だそこはね、壁穴開くと罪悪感だし穴の修理しなきゃいけないし、はい、ね、新たな怒りをまた生みますよね。でそこに至る過程で面白かったのが、うん、この考え方の癖を自分の、そう、ねね、自覚しなきゃいけない、なんか読んでくださってありがとうございます。いや見てくださいよこの付箋。あ、本当だ、すごい。どれどれどれこれ、おお、たくさん、たくさんでね、いろいろね書き込みもしちゃった、気づいたことを、うん、あ、本当だ、はい、いっぱいなんか楽しそう褒められたいんだよね。すげえ、そ
ダメだ。そう、すげえよ。そう、クソスバのペルソナ、ね、ここで僕はゲストを迎えする、本当に僕は頑張ったんですってことをね。クソペルじゃん。で、クソペルだよ。頼りたいから、そう、ちょっと癒してほしいんだよね。そっち、ね、そっち、うん、そうそうそう。これ褒めたいんですけど。ありがとうございます。これ堀さんがね、作ったんだよね。はい。そう。ホワイトボードのイレーサーがちょっと見当たらなかったので、クリップの箱と、あったタオルでさっき自作したっていうね。ね、いや、ビジネスありがとうございます。これ堀さんのサインで誰かに差し上げる。確かに。限定。ね、そのあの、どうやったらそれに応募できるか有料の時間に。でもその考え方の癖ね、はい、そう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 。そうなんですよ。それ多分倉持さんご自分は何だと思う？これね、あの本の中に実は。あまり堀さんのこれ良くなかったわこの言い方。あまりなんかちょっとあれでしたね。やめた、はい、消しづらかった。大丈夫。これあの5つね、うん、あの宮子さん挙げてるじゃないですか型を、うん、そこから入んない方がいいですか。例えばね、こうあるべきとか、多分倉持さんかなと思ったのは、うん、こうあるべきとか、うん、ちゃんとこうしなければならない思考はあるかなと思いました、うんうん、例えば、うん、なんか例あるかな、なんか嫌なことを一つ教えてもらえますか、ね、なんだろう、あのね、例えばイラッとすること、ね、イラッとすごい、あの法律とか関係なくてもいいですか、うん、しょうもないのでいい、事務所 の、うん、あの時計が止まっちゃったんですよ、はい、でなのに俺以外の人間がいるのに、はい、全然変えないの。いいね、ちょうどいいね、そのしょうもなさ。しょうもなさ。誰も変えない、ね、おいおいと、みんな気づいてんだから、ちょっとやってよ、俺そうとか、その玄関入って、はい、その打ち合わせ室に入るまでのところにこう結構大きめのホコリとかが落ちてる、うんうんうん、なんで気になんないの、うん、今から来るじゃん、お客さんって。そう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 。例えばじゃ時計止まってんのに誰も買えないという刺激があったとして、うん、うわ、間違えちゃった。ごめんなさい。こうですね。刺激があったとして、ちょっとイラッとくるわけですね。うんうん、なんでですか？なんでイラッとするんですか？まず時計って時間がすごく僕らにとっては重要なんだから、はい、それは正確なものがパッと見たところにあるべき。はいね、あと誰かが変えるべき。そう、あ、確かに、ね、誰かが変えるべきですよ、ね、うん、まあ、それすごく甘えも入ってるかもしれないけど、まあ、俺はその他のね、うん、あのことで、いいね、あのやってるんだから、そこはみんな役割分担で、うんうん、他の役割の人がやるべき。俺じゃない誰かがやるべき。そうだからもうさ、結局俺が買ってきて変えたんですよ。で例えばこれが倉持さんだったら誰も買えない時計止まってる時計を見て怒るけど、うんうん、例えばじゃあこのことで落ち込む人がいるとするよ。ああ倉持さんそれ例えば、あ、時計を誰も買えない僕のオフィスで、うん、で落ち込むという弁護士さんがいたとする。はい、なんでだと思うこの人。へー、なんでそんなことで落ち込んでんの。え、そんなところで落ち込むべきじゃないと言いたいですよね。そう私もそうなんですけど、うん、違う違う、落ち込む人もいるのよ。何だと思う。例えば なんでこの人は落ち込むと思います。わかる、わかるでしょ、多分わかるよね、うん、なんでなんで、え、なんで気づいてあげられなかったのかな。自分が変えればよかったの、うん、すごい。で例えばこのそれはこう健全なんだけど、例えば落ち込みすぎちゃう人だと、あ、どうせ自分のリーダー力がないから、あ、変えてくれないんだ、みんなが変えるような組織じゃないんだって。たかが時計が変わってないんだけど、そこまで思わなくていいのにって。でも自分のせいで切られてるのかなとかっていう方もいるわけですよね。そうするとこの人は例えばどうせって思いすぎるとか、あ、自分自己責任が強すぎるとか。だから極端に言えば倉持さんはそのこのことで怒ってんじゃなくて、自分の勝手なべき思考で自分のことを怒らせてるだけではないのですかっていうのが、ちょっと痛い気づきだよね。痛い気づきだね。一人相撲ってやつですか。いない、その
的以外一人でやってるんで。そうだね。巨像に向かってやっぱ怒りも疑心暗鬼も、うん、で、まあ、納得もしてしまう、うん、ありますよね。うん、ある、俺もある。そう、そうかそうか、うん、だからだからすごいね、なんか他の人はその状況全然わかんないのに勝手に怒って勝手に嫌がって勝手に自分を抑えて俺頑張ったのにっていうトロー感だけ残るけど、周りのみんなは全然何かあったのみたいなことでしょ、要は。もうちょっと堀さん全部おっしゃいましたね。まあ自分もべき思考強い人だから全然よく気持ちわかるんですけど、で こっちのことは本当わかんない人なんですけど、うん、でも勝手に自分で自分が怒ってるだけなんだよね、うん、っていうものがどれですかって知りたい。1週間どうぞちょっと勝手に怒ってることを種類持ってきてください、エクセルに持ってきてくださいとか多分言うと思う。そうすると自分が変われば全く怒らなくなるものもあれば、うん、それでも怒るものもあるっていうのは仕分けできる、はいはいはい、うん、あと今これを言いながら思ってたんですけど、例えばその子供のこととかでしょうもないことが起きた時に、はい、まあ普段はまあピリピリ怒ってんだけど、はい、落ち込む瞬間が結構あるんですよね。はい、それやっぱこう自分が伝えきれてなかったのかなとか、そういう結構落ち込む、怒りの次に落ち込むが来るみたいなことは結構多くて、それはこう どう分類することになるんですかね、はい、これ。それは多分ここが子供によっくだらない怒りを出してしまったの刺激かな。あ、でもっとちゃんといい親でいるべきなのにの、また多分べきだと思うで落ち込むのと、あ、その自分に対してのべきは自分を落ち込ませるよね。そうかそうか、なんだよもっとこうするべきだったのに、うんうんうん、っていうのは苛立ちとともに悲しみだったり落ち込みだったりするから、すごくその良い父でありたいんじゃないんですか、うん、理想もあるしね、うん、でそれいいことだし、それは別に悪いことじゃないでしょ、うん、だからそれに気づいて、はい、さっきの行動ですよね、はい、そこにつなげていけるかっていう。例えば親御さんがいらっしゃるメンタルトレーニングとかだったら、一つの方法としてはお子さんにそのプロセスを全部言うっていうのは一つです。そのプロセスっていうのは、例えば、あ、さっきこうこうこんなことでパパ怒っちゃったよね、なんかその怒っちゃったことでパパなんかパパ自体がちょっとすごくバカだなと思って落ち込んだパパがいるんだよ、うん、以上ですみたいな。あ、それ要は人間はいろんなことで感じるし考えるが、結果的にそのことをしっかりコミュニケーションをする相手というものが大切だっていうプロセスを、うん、まあ伝えるのはどうですかって多分聞くと思う。それは結構ね最近あのやるようにしてるんですよ。で、まあ、謝るとか、最後は、はい、謝るとかお礼を言うとかを、まあ、子供とかに対してもちゃんとした方がいいなみたいなのは、はい、じゃあまあ合ってる、合ってるっていうか、うん、あのやってる、すでにやってること、まあそれでも難しいですね、ハードルがある自分の中で。やれる時とやれない時ってありますでしょ、はい、もうそんなのやれないぐらいイライラしてる時もあるし、はい、ありますありますあります。ある時はそれは人間らしいと思うよ。うん、うん、それをね、だから僕これやったんですよ、あのこの本の中にあの考え方の癖を知るテスト、はい、こんなのまでついてるんですよ皆さんご自分の点数が、はい、はっきり見せて今ボケたボケたね。あ、そうそう、イライラ型、おどおど型、モンモン型、ヘトヘト型、ムカムカ型、これに分類されるんですよね、はい、でこれ、あ、当たってるとかおっしゃる方いるんですけど、企業研修とかで、いやそれはあなたが書いたんでしょって思うんですよ、ね、そうか、自分で丸つけるから、いやそりゃそうだよねって。何型があるんですか今、なんだ、何型、倉本さん何型ですか。僕はね、これその全部あの0から3まで全くそうではないから全くそうであるまで、うん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 、4つあって、それそれぞれ、例えば仕事が思ったように進まずイライラすることがある、僕はある程度そうである2みたいなやつとか、あとはちょっと倉持いいやつだなと思われたいから誰に対しても気を使う方だとかで全くそうである3とかバイアスも無理、ちゃんとやりたい思考でしたうん、うん、完璧思考3でした。そう、ヘトヘト型っていう完璧思考が11点、へで これどう見たらいいのかなと思ったんですよ。イライラ型、モンモン型、ムカムカ型、これだから上位2個をまずピックしてくださいって言うんだけど、うん、その1個目はヘトヘト型で完璧思考なんだけど、うんうん、2個が3つなんですよ、2位が、はい、
イライラ、モンモン、ムカムカが同率にで、うん、極端にないのがおどおど型。おどおどはしてないね。おどおど型って例えば同性思考も含まれたりするからあんまりピンとこないのはそれですよね。はいはい、ほんとね、他の得点がそんなに高くないからヘトヘト型さんだけが11点あるから、はい、まずヘトヘト型さんの倉持さんってどんな人ですかのそこだけ注力していきたいですよね。うん、まあ、イライラとかムカムカはそれに付随してるんだと思う。あ、まずはちゃんとしたい自分、はい、多少、うん、承認欲求もあるのかな、わかんないけど、うんうんうん、だそこを良いように変えたいですね。それを直すんじゃなくて。あ、そう、だからこの本もな、この本にいつも戻りますけど、その直すとか修正する、直す、変えなきゃいけないっていうのではない。ないです。やる気がない、なくて何か問題あったんでしたっけみたいなことを、はい、僕もあの宮子さん知ってるから言われてるような気になって、はい、聞こえてくる声がね、めっちゃ楽みたいな、めっちゃ楽になったみたいな、本読みながら、そう、あ、ほんと、あ、確かにやる気なくてもいいよねみたいな。なんかね、よく社員研修とかでも、うん、どうやったらやる気の維持ができますかとかって、維持しようと思った瞬間に疲れませんって言って、で、何のためにやる気を維持するんですかとか聞くと、維持しなくていいんですかって、いや、維持しなきゃいけないのは行動継続であって、今日はやる気ねえな、やる気ないです、やる気ないですで、別に仕事してたって誰にも言わなきゃバレませんよねって言って、うんうんうん、別にね、やる気ないって思いますよね、多分、はいはい、そんなやる気ずっとあったらおかしいもんね、はい、あと、やる気のあるなしじゃないんです。本当はやる気って種類があって、うん、そうそう、それも手段として仕事をするのか、それを目的のするとかとか、ね、種類を考えれば、うん、元気とは関係ないなって、別に気分の問題でもないなとか分かりますよね、うん、ついついね、よく分かんないから元気よくいかなきゃいけない、そうそうそう、ね、笑顔を振りまかなきゃいけない、声を大きく出さなきゃいけない、そう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 、なんかやる気がキビキビしてなきゃいけない、うん、みたいな思っちゃうけど、だから宮子さん、この中でそのやる気スイッチもね、他人が押すもんじゃないと、ボタンは他人には見えないんだと、それはそういうものを、まあ、こちらで整えるか知らないけど、やっぱ本人がどうやって押すかっていうことですよね、はい、本人の心の中にスイッチがあるはずなので、いつオンにするか、いつ意識的にオフにするかを本人が決める責任を与えてあげたいっていうことですよね、うん、本人が決めないと本人の人生なんだから、うん、今日はやる気なく行こうはありで、うん、だからそんなもんが背中の後ろについてたら、いや、電車とかで押されても困りますよねっていうのは、はい、自分のやる気は自分で決められ、うん、られる、はい、で、もう一つやる気とともに僕らのにとらわれてるあのワードは自信。あー、そうよね、自信がない、自信を持て、はい、自分を信じろ、自信がなきゃダメだ、はい、なんでそんなに自信がない顔すんだ、自信がないんだったら答え持ってくんじゃない、もう毎日言ってる子供に。あ昔、自信があるように見せないともうあっという間に足元すくわれちゃうから、絶対に自信があるように見せなきゃいけないってずっと思ってましたけど、うん、この 3,4 年ぐらい随分生きやすくなったのは、自信を見せなくても別にいいって思えるようになった。堀さん自身、はい、ちょっと堀さんの飲みたいね、ちょっと堀さんでもさ、うん、偶然ランチの場所とかで偶然お会いしても、はい、全然自分のこと喋ってくれないんだよ。いや、堀潤、聞き役が上手すぎて自分のこと喋んないですもん、ね、でもそれすごく興味あります。今ご自分のこと言ったね。あ、うん、確かに確かに、うん、いや、もう本当に、ね、NHK 職員の時には、うん、もう周りもね、テレンテクダ先輩たちいっぱいいて、周りももう自信、いや、僕はできますって、うん、当たり前じゃないですかみたいな、何でも言ってくださいじゃないと、なんか自分がもう壊れてしまうそうな気がしますけど、うん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 、いや、ちょっと分かんないっすね、ちょっと難しいっすねとか、できんのかなとか言えるようになってからはすごくなんか楽になった、ね、そう、自信って何なんだ何なんですかね、はい、だからトップアスリートでも本当のトップオブトップはちゃんと自信をなくす時と、自信をあえて作る時とメリハリつけますよね。へー。例えば簡単な例だと、うんうん、試合本番の朝まではちゃんと自信をなくし、はい、ネガティブ思考になりきらないと
練習し続けられない。要はずっと自分に満足しない、もうギリギリまで満足しない、常にネガティブでいる、もっと俺はこれができるだろうって。で本番の朝は俺ってすっげーみたいな、根拠なきですよね、本当は。まあ根拠あるんだけど、でもすごい、もうすごいって言って、その日のベストができる私でいるは自信です。そこの切り替えができる人はネガティブもうまく利用できるし、ちゃんと、楽観的にもなれる。これは強い、これが強いです。いざっていうと、だから倉本さんだったら例えばまあ法廷で、そうそうそう、あでもそれすごく、そう、僕はね不安でしょうがないんですよ。あ、証人尋問に行く、ギリギリ、うん、そうそうそう、あの手が震えるぐらい不安でしょうがないんですよ、はい、あの準備できたか、はい、あれは大丈夫か、いや足りてないんじゃないかって言って、でも法廷のあそこが空いてバーを行くと完全高揚感っていうか、そのもうできる絵しか思い浮かばないんですよ。それは確かに、あのだから準備するんですけどね。そう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 、なんとなく、でもだから自分が準備が足りてない時は分かるんですよ、これは失敗する、あるある、ね、でやっぱね、うんうん、失敗するんですよ、うん、だそういうのはだから失敗したくないですけどね、うん、まあね、そうそうそう、弁護士さん人の人生かかってるからね、大変な仕事だよ自分がうまくいったかいかなかったかっていうのは相手に人生かかってると思うね、うん、うん、そうなの、そうだからメンタルトレーニングもスポーツ選手にとっては準備なだけですよね、はい、フィジカルも整える、メンタルも整える。なぜならば試合本番でいやメンタルのせいで負けましたみたいな面倒くさいことを言わなくて済むっていうのがメンタルのトレーニングなので、準備、心的準備なだけ、強くなるじゃなくて単に準備ですよね。よくそのスポーツ選手とかで、あの人はメンタルが弱い、メンタルさえ強ければ一流になれるのにみたいな人がいるじゃないですか。ここ一番でとかってね。そう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 。ああいうのっていうのはその今いわゆる今言ってきたようなメンタルの強い弱いみたいなやっぱあるんですか。多分準備をしてなかっただけだと思います。はい。だってフィジカル弱いっていうのと一緒だから。ああ、そうかそうかそうか。え、そんな本番までそのフィジカルの弱さはなぜ放っておいたのっていう。そのなんかあの筋トレも全くせず、例えばね、トレーニングせずに本番のスタートによく出てたみたいな、はい。でもそういうことはしないでしょ選手。だからメンタルのトレーニングをスポーツ心理学の根拠にのっとって丁寧に作っていかなきゃいけないのに、なんかポジティブとかでポジティブになってもしょうがないよねっていう。そうかそうか、はい、うん。それもだからもう一つ出てきました、ポジティブ。はい。ポジティブ思考にいないと、ネガティブは悪いこと、ポジティブがいいことっていう、はい、こういう先入観もありますよね。はい。なんかポジティブ思考って何ですかってね、あの定義を入れてますよね。そう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 。こう単なるというか建設的思考なだけなんですけど、でも、うん、でも思考がポジティブなんじゃなくて、あなたにとってどんな思考、どんな考え方をするとポジティブな行動になってるんですかは人によって違うんですよ、うん。だからネガティブな人にはネガティブと思われる思考でも、それがポジティブな行動につながってるなら、はいはい、それがポジティブ思考なので、うんうん、人によって違うんです、うん、だ俺なんかダメだって言ってた方が勝つんだったら、俺なんかダメだっていうのはポジティブ思考だねって、まあ、ちょっと極端な言い方ですけど、うん、だから多分倉持さんもそれがね、多分ちょっと面白いワードがあると思う、ご自身の中にキーワードが多分あると思う、うん、それをもしかしてそのことは書いてなかった、あまだキーワードを見出せてないんだ、まだあるんだ、うん、キーワードが知りたい、教えてください、うん、いやいやいやこっからだからお金がかかるこっからは別室ですから、ここはそうだ、それはそうですよ、そうそうね、なぜなら本当の自分の話聞いてないから、うん、多分本当の自分が多分とってもこうピュアだったり、分かんないな、ピュアだろうなぐらいしか私分かんないな、まだ分かんないですよね。僕だからその、ね、さっき自分がねいい人ぶって思われたいからって言った、誰に対しても気を使う方だっていうのは、多分僕を周りから見てる人はいや全くそうであれば丸しないだろうお前っていう感じだと思うんですけど、そう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 、結構ビクビクしてんですよ、うん、人がどう思ってるんじゃないかっていうこととかは、それは自分のが 見られ方じゃなくて自分のコミュニケーションの中で相手がどう思ってるのかなっていうことがすごく気になるんですよね。あそうか、うん、そこはでも分かんないですけど、
仕事柄それが引いて過ぎちゃったのかなとも思います。あ、人の心理とか顔色を読むお仕事だとすれば、はいはい、それをあんまりプライベートでやると疲れちゃうよね。確かに、うん、例えばいいんだよね、はい、別にどうだって。そう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 、仕事ではやらなきゃいけないスキルですよね。あのこうに違いない、あ多分こうかな、はい、裁判長こうかな、なのか採点競技も一緒で、あ採点競技の人ってやっぱり審判の顔を読むんですよ。もう小さい頃から、うん、この人にはこういうパフォーマンスしたらこんな得点とか、でそれをやりすぎると引退後ちょっと疲れる。ああ、そうか、うん、でそれは別にパーソナリティまでそんな染み込んでなくて、単なるそれは採点競技のせいだと思ってしまってもいいし、だからちょっとビジネスでそれがうまくなりすぎちゃってるんだなって思うのはありだと思う。いやありますよね。だってお仕事とか、うん、そうそうそう、そういうプロの活動ってもうほぼシームレスに日常そのものだから、うん、それがなくなったと言われても体が調整できないっていうか、はい、そういう癖なんだもん。そうそう、で多分無意識にやれてる、ね、うん、上手なことってもう無意識オートメーションしてるから、うん、なおさらそれをこう気づく。あ僕は気にしすぎではなくて気配りができすぎるっていう表現でもいいし、はい、なんかちょっと良い表現に変えて、うん、それがなりすぎちゃう僕がいる、なりすぎスーパーマーケットでそうならなくてもいい僕がいるぞとか。いやなんか難しいのは、うん、例えばその他の人がそれを期待しちゃうっていうか、はい、例えばスポーツ選手だからきっとこんな風に表現してくれるんだろうとか、うん、その頑張ってくれるんだろうとか、うん、勝手に弁護士さんだからきっと話を聞いてくれるんだろうとか、僕なんかでもそういろいろこう親身になってくれるんだろうと思ってるから、うんうん、こうそうじゃない自分の時にあどっちでもいいんじゃないですかとか言ってえってなんか違うあれどうしたんですかって聞いてくれる、あまあありますよねそういうのっていうなっちゃいけないからそう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 、つい相手に合わせてあるよね、どんな時でもそうあらなきゃいけないって思ってしまうところみたいなのもあるんじゃないかな、うんうん、ありますね、あるんだあるんだ、だから多分あるって今気づいたじゃん、うん、そう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 、うん、だから多少ペルソナの色、例えば弁護士だったら赤色のペルソナだとか、まあ、勝手に決めて、そしたらこれをちょっと朱色にするぐらいにしたらいいよね、だから真っ白にする必要はなくて、もう公人だっていうふうに自分で自覚したっていいし、そうするとちょっと色を薄める、うんうん、そしたらなんかこう求められても、はい、うーんそうですかねみたいにこう流すコミュニケーションをちょっと上手にするとか、気づけばできますよね、うん、で逆にあれですよね、プライベートな時のペルソナにちゃんと切り替える、はい、それがこう今堀さんもおっしゃったけど難しいんですよね、はい、僕は弁護士はアルソックだって言ってて、その顧問業務とかもそうなんですけど、その24時間その時のためにいるんですよ、うん、その時に動けなかったらいらないんですよそんなやつ、うんうんうん、なのでだ例えば顧問契約してくださってる会社の方々とか普段全くそうなりません、でもマジで有事が起きましたっていう時は何時だろうが何時間かけようがそれに対応してっていう存在だと思うんですよね、うんうん、だ常にこの半分そのペルソナを起こしてないといけないっていう感覚が強くありすぎるし、僕なんかやっぱそのそうだしね、そうね、だから堀さんも多分一人で、ね、だから地震起きたすぐ現場もしかして報酬あさってまで休みますとか言ってたらなんかあのプリゴジンワグネルの反乱起こっちゃって週末よし3連休だと思って、うん、でもうちょっともう疲れ果ててたのでもう僕は週末休みますって言って SNS も更新しないでおこうと思った、なんか6時間後ぐらいにプリゴジンが反乱起こしましたプリゴジンもうちょっと考えてほしいよね、そうトムさんのね、って思いましたけど、もうそこからもバーそう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 、堀さん情報そう、だからもうプリゴジンがそれ言った瞬間にあれさっきすれば堀さん休むって言ってたけど堀さんどうしてるだろうってあ、東欧のメディアを翻訳しているあるよね、そうするともしかすると意識的にリラクゼーションタイムを作るっていうスキルもつけといた方がいいかもしれない、例えばミリタリーの人とかだと、ミリタリーさん、そうか、だといつ何時でも、うんうん、まあ、あと消防士さんとか、ね、なんかこう
イマージェンシーがある人たち、緊急がある人たちとかだと、やっぱりマインドフルネス、要は、ね、目つぶってじっとして、でそれって何も考えないじゃなくて、うん、自分の指先までとか足先とかまでの自分の体を意識するっていう。あ、瞑想ってそういうことなんですか。うん、でね、いろんな種類はあるんですけど、そのスポーツ心理学にのっとったマインドフルネスだったりすると、要はこう何も考えないだと、何も考えないっていう言葉にどうしたらいいんだということで考えちゃうかな、うんうん、なのでどういう状態なんだみたいな、ね、そっちでモヤモヤしちゃうので、うんうん、なんか自分の血ってどういうふうにどこまで通ってるかなとか、あ、呼吸は今肋骨がどのように広がっていてどんなふうに縮まるかなとか、体を意識するっていうことをまずやってもらったりします。でそうすると勝手にリラックスする、その意識するっていうとこう内側にこう意識がいくので、それだけでちょっとは頭をすっきりさせられる、うん、でそれでまあ深呼吸の練習したり、あえて1日5分、まあ、本当は10分でも5分でもいいから、休ませると頭の中のがデスクトップだとしたら、少しフォルダー分けたりとか、いらんなんかモヤモヤをゴミ箱に入れたりとかっていう処理になるんですよね。あ、ちょっとそういう時間を作るのはありかも。あとやっぱ何分ぐらいあればそれが成り立つんですか。本当は、まあ、少なくとも10分は欲しいんですけど、でもね5分って長いんですよ、まず最初の初めてやるときって、うん、だからまず5分じっとするっていうのに慣れるはやるのありかも。本当は夜寝る前とか朝起きたときとか決められるといいですけど、でもお忙しい方だと、あ、ちょっと今のうちやっとこうみたいなのでするだけでも全然。確かに、じゃあ移動中の新幹線とかでもできますよねって感じですか。すぐ寝ちゃう人いるけどね。でもそうです、そうです、あの何も見ない、もうあのスマホも見ないで、ただじっと、でしかも目もちゃんとつぶって情報をシャットアウトするっていう。あ、外部からのね、外部からの刺激は出さないで。じゃあなるべく音とかもないところの方がいいわけですね。本当はいいです。本当は、はい、本当はいい。ああいうのはどうですか。よくアプリとかでマインドフルネス、瞑想のための音楽、すげえ真剣に聞いてるじゃん。これ有料だよ、もうちょっとで。もうちょっとでね。すげえ聞き始めたなと思って。おすすめアプリはいいんだ。おすすめアプリまでは。いいよ、いい。ピン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 って。どうですか、そのアプリは。ありあり、アプリの音が気になるとかいう人もいるので、うん、その音が心地よいなら全然ありだと思います。あ、そうですか、うん、自分はね、何にもない人が好きで、しかも新幹線の中は好き、ガガン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 、嫌いじゃない。逆にね、うん、うん、わかりました、ありがとうございます、うん。いや、なんかそう今聞いててやっぱ思ったんですけど、やっぱり僕なんか対人の仕事だから、すごく人と対、コミュニケーションしてコンタクトしてることで疲れてると思ってたんですよ。でもそれ実は全部とは言わないのかもしれない、結構自分で自分を疲れさせてるみたいなところもあるんですかね。はい、もうその通りです。人間関係はもちろん疲れることも多いと思います、はい、だからもしかするとどうしても嫌なやつがいたりするじゃないですか、はい、必ず行くところに嫌なやつがいるとか。でも嫌なやつだと思う考え方の癖があるからなだけですよね、はあ、例えば嫌なやつがあなたに危害を加えると感じるのは、この人が本当に嫌なやつなんじゃなくて、うん、この人をどう捉える自分がいるからなのかですよね、うん、だってこれと一緒で、なんか怒鳴る上司がいるだったら、うん、そのことに対して怒る人もいれば、怒鳴る上司に対して落ち込む人もいるわけで、うん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 、そうすると、はい、自分がどう捉えるかだから、仕分けは必要ですよね。なんかそうすると罪を憎んで人を憎まず的な思考に行けるようになるってことですか。極端に心の整え方できるようになると、苦手な人はなくなります、はあ、そこまで行きたい、うんうんうん、確かに確かに。苦手な人、自分が苦手な人、向こうに嫌われることはあっても、うんうん、向こうには嫌われる、それはね、うん、今度は変えられないからね、ごめんなさいねって、うん、だけど私のせいじゃないしな、なんですよ。だって向こうが嫌う理由も向こうの考え方の癖でしょ、うん、だから自分のせいじゃないことで勝手に怒ってるとか、勝手に落ち込まれるだけで、ごめんなさいねって、でも私のせいじゃないから、うん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 、で自分も苦手だって言ってるのは、僕のせいとこの人の何が悪いんだろう、うん、
で僕のせいのものは排除できる。でも本当になんか嫌だったら、うん、まあありがとうございました、良いご縁でしたねって、反面教師というご縁でしたなんだっけだよね。反面教師というご縁でした、すごいですね、 ですね、うん、まあされるならね、クライアントだとされないのかもしれないけど、そうですね、でもいいお勉強しようっていうのもありだよね、うんうん、確かに、はあ、苦手な人、うん、ありがとうみたいなそうね、そうですね、はい、あとやっぱあの過去とね未来みたいな話のコントローラブルか、うん、アンコントローラブルかみたいな話も、うん、俺はすごくあのしっくりきたんですよ。過去のことなんか動かせないし、でもやっぱそこに執着しちゃう、うんうん、あの時こうすればよかった、あの時あんなひどいことを言われた、あの時のあんなことがあったっていうのもそうだし、まあ未来のことだってそれはなかなか難しい。だからもう今しかないっていうと、だから僕もその時間が本当になくなって、あの やれることとやるべきことみたいのがこのやっぱ 2,3 ってすごく自分の中優先順位をうまくつけられるようになってきたなっていう感覚があって、うんうんうん、それの一つ あのできるようになった理由はやっぱそこなんですよね、うん、今に集中しよう、あ、うん、執着しない、過去のこと空港しないとか、そう、それは大事だなって思いました。過去の執着聞きたいけど ねちょっと未来の話していいですかあどうぞ、あと2分です早いね、早い、あっという間ですね、やっぱりあっという間なんだね。どうでしたか倉松さん。いやちょっとあの不完全燃焼もうちょっと話したい話したい、これ有料だからね、はい、そっからは、ええ、第2弾また読んでいただきたい、いやいやちょっと本をねやっぱり皆さん読んでいただきたいですね、ぜひぜひぜひ、先ほどあの概要欄にもAmazonのリンクを貼っておきましたので、で、まあ、あと書店でね皆さんご注文いただいたりとかして、もう一回タイトルを教えてもらっていいですか心の整え方です。うん、はい、僕この最後の方で、はい、今のちょうどあの過去とか未来とかの話で、あの考えないっていう選択肢がありますって宮子さんがおっしゃってるんですね。コントロールできないことはコントロールしない、それもすごく自分の中でまたね楽になったわっていうのが一つで、ここまたねいいんですよ文章が、うん、いいっすか紹介して、見えない先が不安であれば私たちにできることは先が見えないから不安だというセルフトークを、先が見えないからこそ今できることは何かなに変えることです。そして今日できることを考えて見つけてその行動をすることです。そして夜まで生きていたら、生きていたらに強調点、生きていたら寝る前に今日も生きていた、ありがたい、今日はどんな感情があり、どんな思考があったかな、どんな感情と思考が自分の行動に影響していたかな、今日学べたことは何だったかなということを書き出し、自分が人生で経験し続けていることを明日につなげるのです。うん、すごいね、グッときちゃった、これ読んで、すごい、だって線引いてあるもんね、そこに至るまでの何が書かれているのかぜひ皆さん手に取っていただければと思います。そうで、なんかそのやっぱり今のあのこれはちょっと全然関係ない大きな話なんですけど、やっぱりこの配信で僕憲法とかそのリベラルとか法哲学みたいな話とかもしてるんですけど、リベラルな近代社会が求めてきた個人みたいな像っていうのはやっぱりすごく意識高すぎるみたいな話が結構あって、だからリベラルは衰退したんだみたいなのがあるんですよ。そのなんか個人っていうものが要求されているものっていうのがかなり実はこれで解きほぐされるなと思ったんですよ。この本の中で、うんうんうん、もうちょっとありのままでいいんじゃないのっていうのをもうちょっと、しかもこの本読んで解いていくと、実は近代リベラリズムの壁を越えるのは田中ウルヴェ京のこの本です。うん、はい、ちょっとそれを教えてほしいです。じゃあ今度教えてください。いや教えるとかじゃないですけどね、うん、だからやっぱ分からないものを分からないままにできないみたいな状態が僕は陰謀論に飛びついたりとかそういう話になってくると思うんですよ。何、うんうん、かやっぱこれを説明しなきゃいけない、ね、思考しなきゃいけない、その、うん、自分は独立していなければいけない、他者の意見を聞かなきゃいけない、うん、いろんなこうべきがあの自分の中に求められていて、現代社会ってそういうものがあのそれってリベラルな近代社会が生んだあのプレッシャーなんですよね、うん、そうないなければいけないと。でもそれ一回それを解く、それはラディカルなあの大衆になるのではなくて、これを読んで、あ、そのままでもいいじゃんとか、うん、実はあの怒り、例えばね自分の仕事がなくなった、なぜだ移民だみたいな話とかに行く怒りとか、じゃあそれって実は自分だったんじゃないのとか、確かにそういう話にも いけるあのヒントがたくさん散りばめられてる、うん、僕は自分のリベラリズムとか憲法論とか日本人のアイデンティティみたいなものをすごく自分の中ではライフワークにしてるんですけど、うん、そういうものにもたくさんのヒント
をいただいて、まだちょっと言語化できてないので、そういう話もぜひちょっと、あ、ぜひぜひ、はい、あ、それ教えてください、これをどうやって、ね、アプライするかって、はあ、ぜひぜひ、はい、さあ宮子さん今日どうでしたか。もう楽しかったです私も消化不良なぐらいです。もうぜひぜひまた。でもびっくりした、堀さんからこんな堀さんの話が聞けると思わなかったから、ね、これはねやっぱね画面に出てないと話ができるかもしれないなと思いました。そっか、見てて、うん、こっからカメラを持ってたりなね、私が。いや、そしたら途端にこんばんはになっちゃうから。そうなんだ、はい、いや、ありがとうございました、呼んでいただいて、ね、私もそう思いました、ね、今日堀さんのいろいろ聞き出し、やっぱそこはね、宮子さんの、そうだよね、すごい、なんかふって話しちゃって、さっきもなんかちょっと話しすぎちゃったかなと思って。いいえ、もう良かった、ありがとうございます、楽しかったです。ということでまたぜひお越しください。はい、はい、ありがとうございました。お願いします。宮子さんでした、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。